何年に取ったかって、その90年の初め頃の最初の方の金門があって、結構簡単、あの、簡単というか、スチールの時、動画の前にこう長いレストークを取ってみれば、これで、これより、結構ね、縦が写真が好きだったから、で、そして動画の方が、完全に縦がちょっとどうかなと思ってから、これも嫌だったから、じゃあ、こうだったらどうかなと。今でもこう見るとそんな悪く見えないんだけど、でもただ、私今撮ってるのと、そういう柱が、ウエイトスターが変わらない。ただ、画面で斜めになってるんですよね。だからまあ、画面で見てると、これがあんまり、なんだろう、安くないっていう気がする。でももう一つ斜めのは、こういう、まあ何か斜めのものがあると、それを合わせてすると、これも今でも、まあ、ドキドキするけどね。でも、必要な時でも、たまに斜めにしたんだけど、で、一時的に、まあ、終わると思うんだけど、人が写真撮ると、おしゃれがちょっと曲がるのは、あれ許せないね。何の意味のないで、流行りで曲がるのは、あれじゃないんです。全然。こう、本当は、例えば、この、そうね、これで、まあ、この、上から見てる人かっこいいんだけどね。これにしよう。例えば、本当はこれを撮りたいと。で、これが、まあ、これ悪くないけどね。まあ、だけども、本当ね、これじゃなくてこれを撮りたいと。で、これどうかなと思ってから、こういう風にしたと。で、45度じゃないんだよね。ウエットスターが揃って、というわけ。それだけなんですけどね。今の方が斜めするときに、その、見方が斜めにしたいから斜めにしたんだけど、その90年の最初の方がちょっと違うんだね。というわけです。じゃあ今度は5番にしようかなと。